トランプ前米大統領は17日、バイデン氏は中国共産党に甘いのは、その家族が中共と利害関係があるからだと指摘しました。バイデン氏は16日夜、一般市民との対話集会で中共の人権侵害に言及したとき、習近平氏の革新理念は中国を統一的に厳しく管理することだと述べ、中共が異なったルール、を持っているため、彼はトランプ政権のように、中共に人権侵害の責任を問うことはしないと表明しました。 また、バイデン氏は文化的に言えば、国ごとにルールが違う。各国のリーダーがルールに従うことを願っている。と言いました。バイデン氏の発言は、中共の人権侵害や大量虐殺を擁護しているとみなされ、すぐに国民の間で広く批判されました。 17日のニュースマックスのインタビューで、バイデン氏の発言をどう思うかと聞かれたとき、トランプ氏は、バイデン氏の中共に対する融和政策を認めていないと述べて、バイデン氏の家族が中共からの脅威にさらされていると表明し、彼の家族は長い間、中共と関わっていて、莫大な金額の取引があると指摘しました。以前、トランプ氏は、ハンター氏は中国に1回行って、15億ドルをもらったと指摘しました。 報道によると、2013年12月上旬に訪中して、習近平氏と会談して、息子のハンター氏も同行しました。この訪問から10日後、中共はハンター氏のファンド20億ドルの資金を投資しました。また、トランプ氏はインタビューで、完全に馬鹿げている。私たちは中国を望んでいた形に持っていった、と非難しています。すなわちバイデン氏の対中姿勢は強硬ではありません。 ザ・アメリカシンカーの記者アンドレア・ウィドバーグ氏は記事で、トランプ氏の弾劾無罪判決後、マコーネル上院議員は1月6日の出来事を非難し、トランプ氏に対する攻撃を開始した。17日には、トランプ氏はマコーネル氏にさらに厳しい攻撃で応答したと書きました。北米保守評論はこの記事にコメントし、弾劾後、マコーネル氏の行動から、彼は沼の栄光の時代に戻りたがっていると結論づける。 トランプ氏はマコーネル氏を痛烈に批判し、声明の中でマコーネル氏の指導力と沼への忠誠心、ジョージア州での失敗とにまいじた、彼の持っている気味悪いイメージを皮肉った。まさに歴史的な発言だ。そして私の考えでは、トランプ氏の行動は当然だ。トランプ氏は選挙での自分の役割に悔いはないが。 彼は2020年のケンタッキー州選挙で、マコーネル氏は私の強力な支持を懇願したため、認めてしまったが、私は後悔している。マコーネル氏はすぐに忘れてしまう。私の支持がなければ、マコーネル氏は負けていた。と付け加えました。続いて、トランプ氏はマコーネル氏の米国への忠誠心を攻撃し、マコーネル氏の家族が中国ビジネスをかなりの規模で展開しているため、中国についての対応が信頼できない。 彼はこの途方もない経済的、軍事的脅威に対しては何もしていない。と指摘しました。最後に、トランプ氏はマコーネル氏だけでなく、議会の反トランプで、現状を維持して民主党を支持している反トランプ共和党議員に宣戦して、私はアメリカを再び偉大なものにし、アメリカ第一主義の私たちのポリシーを支持するライバルを応援する。我々は抜群で、強く、思慮深く、思いやりのあるリーダーシップを求めている。と述べました。 北米保守評論によると、トランプ氏の声明は共和党エスタブリッシュメントとの決裂を示しています。同ウェブサイトはトランプ氏はよく知っているだろう。たとえ彼は対極的に見て、全力で共和党の候補者を支持しても、沼の生き物の性質を変えることは不可能だ。彼らは愛国心もモラルも正義感もない連中で、モラルの原則もない恥知らず者だ。 自分たちの権力と利益のために、彼らは国の利益を裏切り、共和党の原則と保守派の有権者の意思を裏切ることができる。彼らはいつか国益を守り、保守的な原則を堅持することを主張する共和党の仲間の背中を刺すだろう。しかし、共和党を見捨てた彼らは、すでに共和党の最高指導者となっている。 先週公開された東南アジアの現状、ステート・オブ・サウス・イースト・アジア2021によると、調査報告の結果、米国と中国の二者択一を迫られたら、ASEAN10 アア国の回答者1032人のうち約、約61.5%が米国を選ぶと回答し、38.5%が中国を選ぶと回答しました。1年前の同じ調査では、約53.6%が米国、46.4%が中国を選びました。 また、東南アジアの課題について聞かれると、回答者の約76%が中共ウイルス流行の健康上の脅威は現在、直面している最も差し迫った問題だと答えて、63%が失業、景気後退と答えました。当調査は昨年11月18日から今年1月10日までの間に実施されました。 オンンライン調査に参加した1032人のうち、最も多かったのはベトナムからの回答者、続いてシンガポールとミャンマー、ブルネイとカンボジアの回答者数が最も少なかったです。一般市民との対話集会でバイデン氏の台湾、香港、新疆に対する態度について、時事評論家の本賀氏は、バイデン氏はすべての国が独自の特徴を持っていると述べた。 つまり、人権は普遍的なものではなく、支配者によって恣意的に定められたものであることを公言している。そしてバイデン氏は、習氏が人権を侵害した本当の理由を知らずに、習氏を擁護する。バイデン氏自身が習氏と同じ価値観を持っているとしか思えない。と新党人テレビに語り、また、トランプ政権以前の多くの米国大統領のように、バイデン氏も口だけで、行動しない。 米国人や国際社会に人権を守る姿勢を見せるだけだ他の大統領とは違ってバイデン氏がこのことを終始や米国人に明言したと指摘していますバイデン氏は16日 cnn 主催でウィスコンシン州ミルウォーキーにて開かれたタウンホールミーティングでトランプ前大統領の話に飽きたと言いながらもトランプ氏を非難し続けていますバイデン氏は以前 トランプ氏の名前で言及することを避けておりタウンホールで彼はトランプ氏を前任者と呼んでいました公の場での発言ではバイデン氏と彼の補佐官は一般的にトランプ氏の名前で言及することを避けようとして代わりに前政権と言っていますしかしバイデン氏は今でも自分の全国予防接種における過失を弁明するためにトランプ氏のパンデミック対応を定期的に批判しています CNN のホストのクーパー氏に、ワクチンはいつから接種できるのかと聞かれた際、バイデン氏は7月までだろうと答えました。そして、バイデン氏は間違って、就任の時ワクチンの在庫はなしと述べました。ずっとトランプ氏のことを話したら、バイデン氏はイライラしていました。2回目の弾劾裁判でのトランプ氏の無罪表決について問われると、バイデン氏は4年間のニュースはすべてトランプ氏に関するものだった。 これからの4年間は、すべてのニュースが米国国民に関するものにしたい。もうトランプ氏の話は飽きた。と答えました。